こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日の話は、なかなかぶっちゃけというか、とんでもない系なんですけど、転売アカデミーのサポートを効率よく使っていただくために、思い切って言います。会員の皆さんはですね、このメルマガ登録はこちらとか、Amazon 輸出無料セミナーとか、私の送ってるメールとかですね、あんまり読まなくていいです。サポートメルマガだけは読んでいただきたい。いや、読んでください。ただ、この、他のですね、無料メルマガとかなんだのっていうのは、本当紛らわしくて、今まで言ってなくて申し訳ないんですけど、このサポートブログをですね、サポートを受けてない人も当然見に来てます。で、そういった方にね、サポートを受けてくださいと、受けた方が稼げますってことで、この登録フォームがあります。しかし、登録フォームでいろんなことを、登録フォームじゃなくてですね、メルマガでいろんなことを、情報を出してます。例えばこれね、Amazon 輸出無料セミナーの項目なんですけど、いろんなことを言ってます。で、過去の動画を見るとね、他の出品者の真似をしたらいいですねとかですね、あるいは無在庫でも稼げますとか、そういうことも言っています。なぜなら、Amazon 輸出はね、移り変わりが早いんで、2年前だったら確かに無在庫でもツール使ったって何やったって稼げたんですね。で、何が言いたいかというと、まあ、私の教えてるコンサルは、あなたが、何をやれば稼げるか。で、これをやれば稼げるなと思ったものを、それだけをやってくださいっていうのをお勧めしてます。で、他のことをね、質問したりすると、まあ、それはこうですけど、まあ、こっちに集中した方がいいんじゃないでしょうか。まあ、ぶっちゃけ難しいからやめといた方がいいですよとかですね、いう話をさせていただいた方も結構いらっしゃいます。結局、あなたが稼げる方法、それに、特化してですね、他のことはやらないというのが一番効果の出やすい方法なんですね。そういったわけで他の情報はシャットアウトした方がいいんですけど、なんとシャットアウトする情報の中には、私の情報も含まれていると。正直、このメルマガで流している内容は、こういう話を聞きたい人が多いだろうなと。こういう間違いをしている人が多いだろうなという話を流してます。ですから、一般論なんですね。で、せっかく、個別のサポートを受けてらっしゃるのに、一般論の話に振り回されてしまうと、何のために、個別のサポートを受けてらっしゃるのか分かんなくなっちゃいますんで、私の情報といえども、あんまり見ない方がいいです。で、もしどうしても、いや、気になるから見ちゃいますよという方はですね、これはサポートしてる会員さん向けではなく、これからサポートを受けていただくために流してるっていうのを念頭に置いて、で、いきなり実行する前に私に聞いてください。人によってはね、その書いてある一般論をやらない方がいい方っていうのがいらっしゃいますんで、全部見てね、来た情報を全部実行してると、時間がいくらあっても足んなくなっちゃいますんで、そんなわけで、ね、もうちょっと早く言っときゃよかったんですけど、このメルマガ結構取ってらっしゃる方いらっしゃると思いますんで、会員の方は、もうメルマガ解除しちゃって結構です。基本的にいろんなこと言ってますんでね、全部やってたら、戸惑っちゃいますんで、必要なことは個別で教えてますんで、これを見て、あれもやりたいです、これもやりたいですってやっちゃうと、どっちつかずで稼げなくなっちゃう可能性が高いです。私の教えるサポートの、特色は引き算であると。余計なことはやらないと。で、稼げない人のサポートの特徴は、これもやれ、これもやれ、これもやれと。ね。根性で頑張れと。根性でお金稼げたらみんな大金持ちになってますよね。根性じゃ稼げないです。稼げることに集中するために余計なことはやらない方がいいです。その余計なことをやり始めちゃうきっかけとして、いろいろね、無料の情報を調べるっていうのは非常に害があるんですけど、なんと無料の情報の中には私が発信している情報も含まれていると。ね。サポートを受けている方は見ない方がいいです。もちろんサポートを受けてない方はですね、どういうサポートをそんなが見る必要がありますし、よそ様の有料の情報よりは、私の無料の情報の方が優れてますので、ご覧になることをお勧めします。そんなわけで、会員の方は、私の情報といえども、チャットワークでやり取りした以外のことはやらない方がいいです。で、もしもどうしても気になって見ちゃう場合は、実践する前に言ってください。私これやってどうでしょうか？これやりたいんですけどとかね、言ってください。こそっとやらずに言ってください。もしかしたらすごく害になることとか余計なことかもしれませんのでね。そんな形で、Amazon 輸出、サポート、個別サポートは引き算のサポートが結果を出す
近道なんでですね、わざわざ遠回りになるような余計な情報は入れないと。余計な情報の中には私の情報も入っているということを、確認しておきたいんで、この動画を撮らせていただきました。ご相談あればどしどしお待ちしています。以上、天文アカデミー堀秀夫でした。